フィギュアスケートと言いましたが、一点ここはサッカー場。入場してくる選手を切り取るのでは当然ない。我が番組注目はこっち。そんなんだみたいな、いいところに目つけますからね。もう一度この人をよく見ると、フィギュアスケーター羽生結弦選手、地元宮城出身。似てる人ほんま。フィギュアスケート日本男子初のオリンピック金メダリスト羽生結弦。その特徴といえば、やはりここまでサポートしてくださった方々、応援してくださった方々に本当に感謝の気持ちを伝えたいなというふうに思いました。19歳にして大人顔負けのインタビュー対応、まさに神対応を見せる。その原点がこちらの秘蔵映像に隠されていた。それはソチオリンピックの4年前、ベガルタ仙台のホームゲーム。そこに当時高校1年生の羽生が登場。すると、実はこれサッカーの始球式。まだ注目される前の羽生が緊張している様子を覗かせている貴重な映像。これより前だともっと髪型がね、プルシェンコみたいな。そして事件はハーフタイムに起きた。フィギュアスケート羽生結弦選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。インタビューに現れた羽生。すると、羽生選手来ていただきましたが、現在15歳、2010年のフィギュアスケート世界ジュニア選手権のチャンピオンです。出がたくあんまりいただきました。羽生選手は岩下のすぐそばで育ったんですよね。そうですね、あの家がすごい近い。いたずら好きなベガルタ仙台のマスコットキャラベガッタが必要にタッチ。それでも羽生はインタビューにしっかり答えている。ベガッタが頭撫でてますけどね。これからの活躍お祈りしています。ファンからは羨ましがられそうな羽生タッチはその後も続く。さらにこちら、後半の熱戦にも期待しましょう。この後はお知らせを挟んで前半ハイライトです。ベガッタほら笑ってたよ、ベガッタ。すごい。とここまでが放送されたのだが、客席のファンが撮影したカメラにはその後の様子が。中継終了後に固い握手まで交わしていた。大人な対応だな。最後まで心よくマスコットに接する羽生の神対応だった。ぶん殴ってなくてよかったよ。その3ヶ月後、羽生は四大陸選手権の史上最年少メダリストとなり、日本中の注目を集めることに。すると再びベガルタ仙台のホームゲームに呼ばれ、始球式を行う。やっちゃうと、それ始球式やっちゃうとやられるよ、また大変大人になる。そして再びインタビューに呼ばれ、その隣にはやっぱりベガッタ君が。嫌な予感が。今や日本フィギュア界を背負う羽生への無茶ぶり。今回ばかりは悪ふざけが過ぎる。すると、どんな無茶ぶりにも笑ってファンを沸かせる神対応だった。この羽生の神対応にすぐ横にいた村林リポーターは、まさか
してくれるとは思いませんでした。現代に王子様がいたらきっとこういう感じなんだろうなと思って見てたんですけど、本当に誠実で丁寧な対応をしてくれて、テレビに映ってる時も映ってない時も変わらない、そういう姿を見せてくれたなと思いました。爽やかでした。続いてこちらをご覧ください。これはテレビ中継で選手を紹介するべく流れる映像。実はこれ試合中の羽生の映像を使っているのではなく、よろしくお願いします。選手には撮影をお願いしているんですが、これは去年の様子。じゃあ早速行ってみましょう。僕もモニターで早速スタッフを盛り上げる羽生。まずは顔を上げる、うん、あいいな、顔を上げる。じゃあ3つ目行きましょうか。じゃあタイミングはお任せ。よくネプチューンの堀内健がやるやつ。今度お体をあっちに向かって、お体をそっち側に上げていただいて、顔はそういう形で振り向く側がこっちという形でお願いします。そしてここから相次ぐリクエストが。初めてのところが見せられたらなと思っています。一番いいところかなと思うんですが、結構要求が、はい、ありがとうございます。続いてもう一パターン、挑戦的なというか、あこのね、なんとなくの、はい、ありがとうございます。次またもう一パターン、動き系でいただきたくて。これもう2回までしかやんない。ないよ、羽生くんがね、よく見える、よく見える。もう1回だけお願いします。しょうがないな。ありがとうございます。さまざまなリクエストにもアドリブで周りを楽しませながら撮影を続ける、はい、さらにもう一巻だけお願いしてる。羽生さんのいつも演技する前に深呼吸をこうとしてこう世界に入ってくる、あの感じをちょっと撮りたいな。汗大丈夫ですか？優しいね。スタッフに気遣いまで。例えばこことかでもいいし。ああいいね。最後には自らポージングを提案してくれるほど。かっこいいですね。こっちをいただいてもいいですか？結局20カット近くのオーダーを常に笑顔でスタッフを楽しませながら撮影する神対応だった。ありがとうございました。ありがとうございます。